皆さんこんにちは。今回もですね、はい、スプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダム選抜して世界にたった一つだけのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。はい、鈴木武蔵ですね。スピード、ジャンプ力、動き出しと、はい、得点ゲッターとしてね、なかなかいい能力、持ってると思いますね。バルサリコ、クロアチアのサイドバックですね。能力的にミッドフィルダーできそうですね。ロシアの、オフェンシブミッドフィルダーと、はい、アルゼンチンの選手、足元がうまい、トレイラーがいますね。チェルシー、違うか、トレイラー、チェルシーでしたっけ。はい、プレミアリーグで活躍する選手ですね。ウルグアイとやるとこの人に、だいぶ悩まされますね。はい、アメリカのサイドミッドフィルダースピードがあると、うん、アルジェリアの選手、アルゼンチンのセンターバック、オランダの、ディフェンシブミッドフィルダー、強いですね。プレッシング能力があると、オランダのウィングバックスピードがありますね。キーパードイツのノイアーですね。世界最高のゴールキーパーといっても過言ではないステータス。はい、オーストラリアのキーパー、水野原口清武と。なるほどね。どうしますかね、これは。原口で清武をどこに入れるか。まあここを外すのが第一の手ですけど。そうか、フォワード武蔵か。難しいですね、これじゃあ。ここは悪くないですね、トレイラー。いやー強いけど、大丈夫かな、清武入れて。これ、ストライカーにするのかな、違いますね。動き出しがないですね、ほぼ。はい、悪くないけど。まあ、これぐらいですか。ちょっとどうなるかわかんないですね、これじゃあ。まあ、あとセンターバックに設定するかどうかが一つのポイントですね。並びとしてはね、こんなもんだと思うんですけど。うん、悪くないけど。原口もったいないな、これ。原口の前にスペース欲しいですね、これ。清武被っちゃってるから。まあ、一回これで見ますか。はい、どうなるか。このね、トレーラーと原口の横並びのコンビ非常に硬いですね。相手は、スペインと。なるほどね。さあ、どうなるか。これで多分、センターバックいらないですよね。スペイン、スピードがないんでね。はい。いや、崩しの形相当作れそうですね、これ。はい、鈴木武蔵のシュートで1点ですね。これどうなんだろう。そうか、ピケ、ブスケツ、ラモスが硬いと。で、なんか今展開見るとポゼッションサッカーっぽいメンバー揃ってんのかな。はい、ここね、いいですね、非常に。流れは悪くないと思うけど。いや、頼む、原口。はい。奪って、はい、ブスケツうまくかわして、武蔵のシュートとし、キーパー正面ですね。はい、まあ、崩しの形は相当にいいと思うんですけど、ちょっといいですね、今の清武のヘディングですけど。はい、相当、わー、ブスケツ。ブスケツ対、全メンバーみたいなことになってますね。いや、これは、はい。はい、ミドルシュートは上に外れると。うん、ちょっとね、原口の良さが消えちゃってますね、これ。トレーラーは相当効いてるけど。はい、うわー、すごい、今の動き出しですか。細かいところで、スペース、わずかのスペースですけど、武蔵が走り込んでシュート決めましたね。はい、ブスケツ奪って、これもうカウンターですね。いや、無理か。ちょっと。いや、ちょっと無理だ、今の。はい。折り返しがちょっと深すぎました。いや、真ん中が硬いですね。ただ、こういうプレイもできるか。はい、トレーラーのシュートはキーパー正面と。はい、相当ね、レベルの高いメンバー揃ってるんで、もう展開がめちゃくちゃ早いですね、なんか。はい、武蔵狙って。セルヒオ・ラモスの持ち上がりと。これは、いや、無理か。ピケの正面。はい、サイド展開して、はい、素早く入れて、落として、シュートは入らないと。はい、2-0 ですね。悪くないですね。センターバック必要ないでしょ、これ。
これサイド逆にしますか、一回。で、あとどうするかだな。まあ、もうちょっと、そうか、上に上げてみるか、一回。はい、これで原口ね、スペース作れるんで、なんかできるかもしれないですね。清武が、だいぶ要のポジションで、このね、原口トレーラー非常に硬いと。ブルサリクも、かなり効いてますね。はい。さあ、でもちょっと中盤が薄くなるかな。今のところね、ブスケッツをね、もう自由にさせてないんですけど、これ、インサイドハーフ1人減らしたことで、プレッシング弱まる可能性もありますね。いや、それはひどい。はい、だから、ポゼッションサッカーできてますね、もう。うん。はい、原口が行きます。ブルサリコと。これはね。いやー、クロスきついな、今の。はい、強烈なシュートは、上に外れますね。いや、はい。突っかけておいて、もうイニエスタ完全に存在消えちゃってますね。はい。はい、強烈なシュート、キーパー正面と。いやー、ブスケツか。うん、今のは難しいところですね。はい。当てて落として、ブスケツと。はい、このね、ブスケツいない隙が、一つのね、攻略のポイントになると思うんですけど。いやー、取られてる。ここね、ここですね、今のところですね。はい、原口、イスコに対して、強く当たると。で、奪って、で、いやはい、これね、いや、空いてますね、ここ。はい、綺麗に崩しましたね。今、真ん中ね、センターバック足りてなかったですね、数が。はい、アメリカの選手、プレス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 。原口が行きます。はい、奪って、カルバハルいないサイド。いやー、強い。強すぎる。いや、悪くないですけどね。カルバハラの守備がいいですね、今の。うん。いや、もう放り込んで。はい、奪いましたね。クロスに反応できないと。セルヒオ・ラモス・トレイラ。ダビド・シルバー、ジエゴ・コスタ。あ、落ちちゃった。はい、3-0 ですね。ね、非常にレベルの高い内容になったと思いますね。ちょっと、攻守の切り替えもパスのスピードも全体的に速すぎてなかなかね、ついていけなかったですね。ただ一方で、細かいね、内容に注目すると、やっぱりね、ちょっと失敗でした。ブスケッツがね、ちょっと、活躍しすぎましたね。全軍、縦横無尽に働いたという感じでね。はい、スペイン代表と対戦するときにブスケツが働くか働かないか、働かせないようにすることが一つの大きな攻略のポイントになると思うんですけど、今回はその意味ではちょっと失敗ですね。はい。まあ、ただ内容的にはね、良かったですけどね、非常に。パスのスピードと、全員のね、技術が、噛み合って、あとプレッシングのスピードですね。原口元気とトレイラーのセンターミッドフィルターコンビを、まあ、軸としたね、全面的なハイプレスと、それがね、機能してる感じでしたね。はい、武蔵もね、プレッシング持ってるんで、そこの前から行くプレスですね。これが非常に良かったと思います。スペイン代表ね、ほぼ、完封ですね。イニエスタ、ラキティッチ。もうラキティッチボール触ってないぐらいの。はい、イニエスタもね、触れなかったですね。中盤はもうブスケツしか、プレイに関与できないようなね、そういう内容になってしまいましたね。ダビド・シルバも、イスコも、ジエゴ・コスタも、特徴を発揮できないと、いう感じで、ほぼね、攻めて、攻め続けた、90分ということで、内容的にはね、もう点差以上の勝利ですね。はい。まあ、フォーメーションね、鈴木武蔵センターフォワードにして、ウィングでしたっけ？はい、サイドミッドフィルダーですね。アメリカの選手と、右もサイドミッドフィルダーですね。はい。で、原口元気トレーラーがセンターミッドフィルダーと、いう感じでね、最初ぐらいもね、フルサリコとかいて、はい、非常にね、硬いディフェンス。キーパーもノイアですね。キーパーはノイア一回も触ってないですね。はい。で、清武インサイドハーフ、インサイドハーフね、置く形でしたね。で、まあ、一方で、後半はね、シャドーストライカー二人つけて、鈴木を真ん中にして、清武をね、トップ下に配置しました。やっぱりね、前半の方がフォーメーションとしては効いてましたかね。清武トップ下にしたことによって、ブスケツがね、より強調されちゃって、
はい、真ん中にね、ブスケツ控えてるんで、まあ、ギリギリその脇をね、突くようなパス回しをするなら、トップ下は、設置しないで、ちょっとね、サイドにずらしたところにインサイドハーフを置く方が、スペインの、強固なディフェンスと、噛み合ってるかなっていうね、そういう感じですね。はい。まあ、あと、まあ、ピケとラモスですね。この二人も十分に機能しちゃいましたね。はい、やっぱり、スペイン代表を支えてるのこの三人ですね。ブスケツ、ピケ、ラモスと。はい、非常に強力ですね。イニエスタ、ラキティッチもいますけど、今回はね、ボールにあまり触れずに、引いて守る展開続いてましたんでね。はい。内容的には非常に良かったと思いますね。ちょっともう一回ね、メンバーを、確認したぐらいの非常にね、全員が技術を持って、素早くパスが回って、ゴール前まで、展開するっていうね、そういう内容を、続けることができましたね。はい。そこ非常に良かったと思います。そんな感じですね。まあ、あとカルバハルのが良かったですね。はい。やっぱりディフェンスさせたらね、もう本当にワールドクラスの右サイドバックでね。チャンピオンズリーグ3連覇したレアル・マドリードの、不動の右サイドバックなんでね。マンチェスターシティのダニーロとかもね、途中入ってきてますけどね。カルバハルからポジションを奪えずに。まだカルバハルの前だと、あの人、名前忘れちゃいました。誰でしたっけ？長身のね、サイドバックいたんですけどね。その人から、レギュラーを奪って、不動の地位を築いた、非常にね、優秀なダニエル・カルバハルですね。はい。っていうぐらいですかね。はい。非常にレベルの高い内容になったと思います。特にパスのスピードとトランジションの部分ですね。こういうね、試合展開できるなら、やってて楽しいですし、まあね、本当の、ワールドクラスっていうね、感じの、メンバーが揃ったと思いますね。はい。というわけで今回は、サッカースペイン代表相手に3対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。